ペルジディーン・ゲンデン・ペルジディーン・ゲンデンは、モンゴル人民共和国の政治家、国家紹会議官部会議長、首相を歴任した。ゲンデンは外モンゴル・ブルハンが意県に生まれた。極貧の牧民の女ペルジドの長男で、父は知られていない。1924年11月29日、国家紹会議官部会議長に就任。1932年7月2日、首相に就任。 ソ連との関係では、スターリンからの様々な圧力、すなわち、ラマゾウの一層や祖母相互援助議定書の成文化などに抵抗した。そのため1936年3月に首相の座を追われる。翌4月から療養のために、ソ連に向こうが、翌1937年夏に、滞在先のクリミアの温泉地ホロスで、逮捕されて11月26日に、反動主義者、 日程のスパイなどの罪でモスクワにて処刑された。ソ連においては1956年に名誉回復されたが、モンゴルにおける名誉回復は民主化される1990年を待たなければならなかった。彼は、スターリンがモンゴルにおいて1934年から1939年に展開した大粛清被害の先駆けとなった最初の14人の一人に数えられている。 田中勝彦、P121。田中勝彦、ピアニッシモ、120から141。ありがとうございます。